はい、どうも、私でございます。いやー、ちょっとびっくりした方多いのではないでしょうか。まあ、市田純一さんのやつ話があったりだったりとか、まあ、そんな話で、まあ、もう大将みたいな、もう今から非常事態宣言が出て、で、解除されて、いや、収束して、こっからの、なんていうんですかね、気の緩みが怖いですね、みたいなのが、西村厚生大臣がおっしゃってた中でですよ。まあ、時系列で言うと、ゴールデンウィークのとこかな、5月の2週だったと思うんですけど、いやー、それにしてもよと言いたくなりますよね。これは、まあ今後どうなることを言うてくるかっていうのは、まあそれは置いといてって話になるんで、そこはもう各事務所と各スポンサーで話してもらえばっていう風になるんですけど、まあやっぱり今だったら、やっぱこう有名な方、特に CM が出てる方とかが、まあ家にいましょうよみたいな、あとメディアとかテレビとかでも、まあリモートワークしてたりとか、あとは、何ですかね、その、リモートワークだったりするリモート出演だったりとか、出演者の数減らして、みたいな形で今撮られたりとか、映画と、ドラマとかですか？ドラマこうオンラインで撮って、それを構成して出すとかですね。で、まあ、恋愛に関しては、やっぱなかなかね、基本的にやっぱできないなっていうのは自分も感じてますよ。無理ですよ、この時期に恋愛して。まあ、家に来るのもどうな、みたいな。会うのもどうな、みたいな。それこそ中高生問題のやつが、中高生ですね。中高生問題で、今もう自粛で親もいないから、カップルがもう家に彼女だ、男を呼んでですね。まあ、それで親の見てないところであって、それで、何ですか、その赤ちゃん本ポストですかね。こっちの、病院のところに、妊娠してしまって、で相談するみたいな話があったりとかって、まあね、それはもう中学生とか高校生で、まあ知識がない方だったりとかだったら、まあね、時間があったら、まあ好きなことを、そういうことやっちゃうって気持ちはね、まあわからんでもないです。もうちゃんと知識入れて、ちゃんと女性を大切にしろよっていう話なんですよ、根本的に言えば。ただ今回のことに関して言うと、自分らの感覚を優先しすぎるあまりに、まあ今まで積み上げてきたものを、プラス、まあ、人もおるし、みたいな。で、しかもまた沖縄だし、みたいな。多分石田さんのと時系列はちょっと多少ずれてるんじゃないかと思ってるんですけど、まあね、イメージとしてはそれは良くないですよね。いや、本当にこうやって有名な方だからこそ、やっぱ自粛してほしいなって皆さん思ってるんで、そうですね。山田さんは確か結婚されてると思うんですけど、違ったらすいませんけど、石田純一さんの奥様の東尾理子さんも、いや、旦那さん止めれなくて私がっていう風におっしゃってたりとか、まあそうですね、真剣佑さんとか今めちゃめちゃ人気だし、まあこういうのはとても綺麗、イケメンなんで、それはもう綺麗な人とね、どっか家で遊ぶとかじゃなくて、やっぱね、今行こうよ。またチケットも取りやすいし、あんま人おらんよ、みたいなことも考えられるんで、まあ、実際わかんないですよ。実際わかんないんで、そういうことじゃなくて、まあ、もともと結局こうやって俳優業だったりとか、なんていうんですかね、俳優業だったりとかタレント業っていうのは、こういうリスクが常に付きまとうよっていうことですよね。正直な話。普通の人だったらこれでまあ会社クビになるんじゃな、どうなんですかね。そこはもう会社の社長の判断次第ですけど、まあ実際のとこ事務所だったらやっぱスポンサープラス見てる人が視聴率者になるんで、イメージが悪いと使えないし、みたいな CM で。で、ドラマも使えないし、みたいな。それこそ真剣佑さんは確か、るろうに剣心の、エニシ役でしたかね、ちょっと違ったらすいませんけど、まあ、それもどうなんのかな、みたいな。で、それも多分自分の力しっかりと演技して勝ち取ったやつだったとしたら、さらにもったいないなと思って、じゃあなんでそんなことしたんだっていう風な形で思われても、まあでも、ね、そうなっていろんな葛藤があった中で行ってしまってるっていうのは、そんだけもう行きたいかったんでしょう。はい。もう行きたかったとしか言えようがないと思うんで。ただまあ今後どうなるかって形ですね。まあどちらにしても非常事態宣言がもう解除されると思います。東京はもうちょっと後なんで、
ですけど、ちょっとすごく残念だなっていうのと、まあね、この非常事態宣言が解除されギリギリのところで、まあ2週間ぐらい前の記事を出されるっていうのも、なんかこう見せしめっぽくて、あんま僕もそんなに好きではないかなって感じですね。はい、まあ続報で、そうですね、今出ていて、それこそこのお二人だったりとか、まあ一緒にいられてる方とかが、まあもしね、あの陽性になってしまったってなったら、これこそ大問題になってくると思うんで、まあどちらにしても陽性でも陽性じゃなくても、その行動っていうのか、まあ、うん、そうっすよね、軽率だったってのはもうしょうがないというとこですね。まあそれしょうが軽率だったっていうのをっていうリスクを取って出かけられたっていうことだと思うんで、まあ自分らなってもしゃあないなみたいな、そういう楽しいことしたいなっていう認識と思われても仕方ないのかなとは思うんですけど、やっぱ今ね、こう高校生とか学生とかはもう何ですか、これそれこそね、春の選抜がなくなったりとか、インハイもなくなって、それこそ甲子園もね、あの、また今年中止が濃厚とかなってて、子供たちもね、出かけられないとか、学校行きたくても行けないとか、まあそんなあるじゃないですか。それこそね、お店畳まないといけないとか、いろんなことある中で、ちょっとね、こういうので子供たちが自粛、自分たちは自粛してるのに、なんでこの方たちは沖縄行けるのって子供に言われたら、もうなんとも言えないですよね、本当に。だったら自分も行ける、行っていいんだよねって言われたら、もう何も言えないですよね、正直、本当に。いや、僕らみたいなおっさんとかは、まあ、いい、まあねって言うですけど、やっぱり今子供たちがね、我慢してるんで、そこで大人がちょっとね、我慢しないで、しかもまあ女性も入り気で、なんかそういうデートみたいな感じで、まあわかんないです。わかんないんですけど、それでもやっぱイメージがね、悪いし、それでじゃあ、高校の給仕とか、高校の給仕じゃなくてもそうですよ。部活してる人とか、まあそれこそプロスポーツしててるだったりとか、あとね、浜崎あゆみさんも全部の、あの、ライブスタジオの公演中止決定してますとか、もうみんな辛い思いしてますよ。僕なんて辛い思いしてるうちに入らないでしょうぐらいなレベルですよ。はい。それで、まあこう、まあどんな処分がね、今後下るのかは、もうその事務所とスポンサーが決めることで、僕らが決めることではないのですけれども、やっぱね、ちょっとこの記事に対しての怒りっていうのは、特にです、そうですね。今回のことで自粛せざるを得ない。で、保証も出ない。で、子供もね、もうイライラしてるみたいな。子供待たないといけない。まあ、今リモートオンラインみたいな、すごくいいね、勉強できるような、できてて、まあ、さっきちょっと見てびっくりしたんですけど、こんな無料で受けれるんだ、みたいな。学校の教育のレベルの高さを感じたりとか、それこそ、さっき動画でしたベネッセさんですよ。真剣ゼミで無料で全国のテスト受けれますよ、みたいな。あなたの小学校1年から中学校3年生まで全国でどれくらいの学力があるかって無料でご提供しますよ、みたいな。好きに、これでね、勉強ができてるかできてないか、家族で話してみてください、みたいな感じで、こうね、教育の方に少しずつシフトしてる感じを見てて、まあ、中小企業とかね、個人事業主の方への支援っていうのはもちろん、つく位置、始まってるんですけど、今少し学生の方に分かれてて、それこそ10万支給プラス、まあ、住民税が非課税だったら20万渡すっていうのがあって、まあ、あれはね、もうざる方で、本当に学費半額にしてくれやって、ね、学生が言うたりしてるですよね。いやー、そんなね、学生が大きい声出したりとか、自分らはこんなに大変なんですよっていうのを、まあ、メディアに出て顔を出して結構訴えてる中で、これだともうがっくりきますよね、正直。もう、国会議員の方も、まあ、こういうのもあるし、この間の法改正のやつね、あの、年長のやつもですよ。なんかそんなあって、うーわ、みたいな、なんかどさくさ紛れ感がありますもんね、どう考えても。うん、まあですけど、そうですね。まあどんな形になるかわかりませんが、
まあこれでさらに自粛モードっていうのが高まると思うんで、まあ今後お二人は、まあもちろんこの二人僕どちらもめちゃめちゃ大好きですからね。高幸さんなんてね、牛島くんとあの、吉彦ですからもう大好きだし、真剣佑さんも、映画、まあ最近なんで僕そんなしっかり見てないですけど、バラエティで見て面白いなとかかっけえなみたいな感じで思ってるお二方なんで、本当にそうですね、テレビで見れるのと実際ってのはやっぱそれはもう俳優さんがそういうね、なんかお仕事なので、まあそのプライベートまで山田孝之とね、真剣佑さんでいるっていうことは難しいとは思うんで、ですが、まあ今回のことは、うん、まあ自分を含めてたくさんの方が、ちょっと怒りの矛先になりそうかなっていうふうに思ってしまいますね。はい。ということで、今回は、ちょっとね、あんま取り上げたくなかったんですけど、どうしても最近学生の話に少しね、興味がある中で、学生は頑張ってて、で、教育ね、もうこんな風に力入れてるっていうのを目の当たりにしてた中でこれだったんでね。いやー、ちょっとすごくがっかりというか、学生たちがなんて思うかがすごく心配です、本当に。はい。僕みたいなおじさんが何を思うが多分あんま変わらないんですけど、とにかく学生の方たちがね、どう思うかっていうのが本当心配で、って感じですね。はい、ということで今回はこれ終わりたいと思います。それでは失礼します。バイバイ。